昨日ですね、勤労感謝の日、明日が土曜日というふうなことでですね、今日は平日の合間でございます。私ご多分に漏れずですね、今日もこれからお仕事ですね、平成19年式の鈴木アルトちゃんの上にですね、セブンコーヒー、そして海を眺めながらソビンコーヒーを飲んでおります。昨日もですね、純のミラトレシリーズですね、登録ありがとうございます。私ですね、登録はメールアドレスだけでできるんですけど、登録のですね動画もありますので、簡単にですね、登録できますので、もしよろしければまずは個人 LINE の方にお問い合わせください。私はですね個人 LINE の方を提供しております。それではですね、ちょっと利益の方をですね、車に乗ってお見せしたいと思います。こんな形でですね、先ほどこうセブンコーヒーと一緒にこのですね、カップヌードルの味噌味してます。これ美味しいんですよね、結構ご飯のお供。あとですね、こちらセブンイレブンのブルーベリー、私ですね、ずっとハマっております。必ずですねこのスプーンをもらって、くるようにしております。それとあとまあかみさんがですねお菓子の方を言って、くれました。これがお弁当でございます。はい、そんなことないんですけど、こちらでございます。こちらがですね、今週の月曜日から月火水木ですね、まだ金曜日始まってないのでこれ4日間の利益でございます。こちらですね、11月20日から23日まで、昨日現在ですね、こちらヤマト10万円です。ヤマト10万円で、4日間でプラス2万546円というふうなことでございます。昨日ですね、ちょっとですね、ユーロフランの方がですね、ちょっとひまたぎで、2日間連続でひまたぎになりそうだったので、ですね、とりあえずほぼほぼですね、ダブルトップみたいな形で、直近のダブルトップみたいな形で、もしかして下がるのではないかなと思ってですね、ちょっと LINE の方をちょっと流させていただいたんですけど、そのようにですね、まあちょっと私がちょっと気づいててですね、なんとなく嫌な予感の時はですね、LINE の方で、決済のお願いをしたりします。結果的にですね、こちらちゃんとですね利益確定もしたわけでございます。心配性な順でございます。はい、というふうなことでですね、まずはですね、お気軽にお問い合わせをください。極力ですねサポートできる時にはさせていただきたいと思いますので、まずはですね純の個人 LINE 1対1のお友達になってください。はい、それでは本日は以上でございます。私は仕事に行ってまいります。ついてるついてるついてる、俺たちはラッキーだ。ありがとう。